プラットホーム旧居留地、大丸全駅は、神戸市中央区三宮町三丁目にある、神戸市営地下鉄海岸線の駅である。駅番号は、K-02、島式ホーム一面二線の地下駅である。地下2階に、コンコース、改札があり、地下3階に、プラットホームがある。地下通路により、大丸神戸店、旧居留地、及び、三宮駅方面と接続している。 地下通路を通って、隣駅の山の花時計前駅までまっすぐ歩くこともできる。周辺には、大丸神戸店のほか、旧居留地界隈、元町通り商店街、南京町の中華街など神戸を代表する商業地や観光地が位置しており、駅イメージテーマをエキゾチック式とした。コンコース通路には、旧居留地にある洋風建築に倣い、オーダーを壁面にデザインし、 旧居留地の雰囲気を駅の中にも表現した。駅全体の色調をグレーで統一し、この駅を訪れる乗客の色彩が引き立つようにした。ホームの対向壁は地下に差し込む光の筋をドットで表現している。また、コンコースから大丸神戸店につながる通路の壁は大理石調のオーバンタイルで仕上げるとともに、光の色が変わる壁面照明を設置し、 鮮やかな印象が残るように配慮した。また、壁面にはコルトンやウィンドウを設置し、商業施設への期待感を高めている。2019年度の1日平均乗車人員は2000人である。開業から2006年度までは上昇傾向にあったが、それ以降は減少し、2009年度以降は開業時の乗車人員を下回っている。開業以降の1日平均条項、 乗車人員は、下表の通り、大丸神戸店と地下で直結している。周囲は、元町通り商店街、日本の三大中華街の一つである南京町、旧居留地である。ありがとうございます。